テキストカバレージの方の記事も一つ書いてくれて、はい、これアブザンのミラーですか、これミラーですね。石田雄一郎さんは、お、しかし、あ、違うな、向こうは違うな、黒も入ってるラリーとかみたいな。平山さんの方は、まあ、道探し、アブザンコントロールの定番の第2ターンのアクションで、ね、来ますけど、石田さんの方がタップインでスルタイのランドを来ましたね。故に青のカードが入ってる可能性。何？ああ、ラリーだ、ラリーだ。ラリーっすね。見たかったんですよ、これ。待望のラリー。そう。このデッキね、ちょっと好みなんでね。カード説明してください。オリジンのカードなんで。早く、早く、早く。早く早くとか言われてもね。あのあれでしょ、あの群れの結集でしたっけ今言ったのは。いや、あの今のは 5枚めくってるでしょ。5枚めくってクリーチャーを手に入れるですよね。で、ま、群れの集結か。魔光やったら魔光やったら2枚入るんですよ。2枚入る、ね、はい、入ってほしくないんじゃないのかな、このデッキ。実は1枚だけでいいって、4枚落ちたらいいって感じですけども、ね、リュウちゃん手つき早いですね。落ち着きないな。落ち着きがないのかどうか分かんないですけど。さあハスクラリー、これはちょっと意外なチョイスでしたね。リュウちゃんはてっきりアブザンかなと思ってたんですけども、いや、このデッキはやっててこれワクワクするんですよ、面白い。うん、いや、なんというかハスクが芝居ていくって、我々の世代にはたまらないですよね。そう、サヤムシですよ、だって、はい、さあそのサヤムシに対して平山さんの方は早速包囲されたたきつけて、まあね、サヤムシね、はい、まあ、関西には長岡さんという、ね、妙な人がいますので、はい、これにパターンオブリバースを貼っつけるっていうのをもう死ぬほど愛してる人がいるんですけど、その頃からもうあんまりスタンダードレベルじゃない強さのはずなのにね。愛してると、やたらと出てくるカードです、これ。パターンオブリバースの時はあれですかね、まだファイレクショングールの時ですかね。なんとこうハスク出てきたのがオンスロートだったんで、あー、そうやったかもしれへんね。あ、そっかそっか、グールの時ですね。確かに、あ、リリアナ出てきた。さあリリアナが、まあ、なんとかハスクとも相性は非常にいいですしね、うん、お、さあハスクアタック、喜んで自爆しますよ。さあブロックされてありがとう、リリアナ、じゃあ変身するわと。捨てるのと釣るのと、あとはあれですね、クリーチャーが死亡するたびにあなたのコントロールから場に出てくるっていう紋章で、はいはい、まあ、あの紋章手に入れたらもう勝ちですよ。そうですね、クリーチャー死ぬたびに相手のも全部こっちに来るん で、ね。はい、で早速釣るのちゃうよね。ああ、お、釣りましたね、釣ったね、はい、ゾンビトークン出てきて、そして道探しを釣ってさらに墓地を肥やしていくと、で手に入れたランドを宮殿をタップインしてターンエンド。さあ結構回したんですかね、結構手つきが慣れてる感じというか、迷いなく、いや、せわしないだけでしょ。マジレスきましたね。はい、確かにせわしはないです。まあでもプレインズウォーカーが順番に一人ずつ見れたらいいな。でも多分見れるのは最後チャンドラー見れるかどうか微妙かなぐらいの話ですかね。難しい感じはしますね。残りは見れるかもしれない。うん、とりあえずリリアナが登場しましたね。はい、さあ平山さんの方はもう包囲祭でアタックしていって石田さんの後続をさばいていきたいっていう感じでしょうけども、でもね、このデッキ打点がとんでもないんでね、いきなり死んじゃうんでね、一応常にアブザンチャームのための3マナを立てとかないといけないっていうことになると、なかなか動きづらいんで、なるほどなるほど。後続展開が難しいと。うん、チャンドラ別に弱くはないと思いますけどね、ま、だ僕もチャンドラは、うん、ただ今ゴブリンの方が強いんですよ ね、ちょっと活かせる環境じゃないのかもしれない。うん、毛布、さあ毛布、あ、一応 トカゲか、デンプロテクトか、はい、スミカの防御者か、シギリの猛禽が一応入って墓地からこう循環してくるシステムなんで、
ユージがボショパイになるのは明日ですか？ユージがボショパイになるのは明日ですね。帰らせないんって帰らせないね。あれね、後でパネル持ってきたいと思うんですけど、めちゃめちゃおもろいですよ、パネルが。羨ましい。もうびっくりした。握手を求めたのかと思いました。お、早い早い早い。めっちゃ早いなと。ライフ押してるやんと思ったら、ちょっとおもろいじゃないですか。墓地を確認して、あ、そっか、長牧師もいるんね、毛布はね。そうですね、うん、この出来た長牧師が一番毛布としては強いキャラでしょうけどね、うん、ワンドローさあ、その長牧師でした。喜んでチャンプブロック、トランプル3点貫通のワンドローですが、その前に英雄の破滅で除去ってドローを防ぎます。あいつ本体は死んでもドローできないですよね。できないですね、はい。さあ、そして平山さん、ここで安心してタシグルキャストで、これで、まあ、モーリスの秘属からのワンショットキルムーブも、まあ、威嚇がついてもブロックできるので、うん、ここで黒いクリーチャー出るっていうのは安心の一手です ね、 ですね。まあ、当たり前の話なんですけど、はい、あそこでハスクが出てきて何これ何これって言ってるようだと、やっぱりなかなかこう、ね、今日の9回戦とかっていうのは勝ち抜くのはしんどいのかなと。確かに競技レベルなので、もう SCG の結果はちゃんと把握して、うん、そうですね、こういうデッキがあるんだってことを分かってないとってことですね。その点平山さんはちゃんとそこを認識した上で、まあ、当たり前なんですけどね。まあまあ、はい、うん、今だからね、簡単に知れるようになりましたね、そういう情報とかも。そうですね、昔はなかなか難しかったりもしたんですけども、まあ我々のこれもその中の一つですよね。こうやってオンラインで今し型活躍してるデッキがもうラグなく紹介できるっていう、はい、そうですね。じゃここでね、パワフォロスめくれたんで、パワめくりましたね。次のターンラリーでとんでもない数クリーチャー帰ってくれば、うん、ラリード感が12体帰ってくればセーフですね。12体帰ってくればっていうね、激しいセリフが下がりますね。数えてる、弾は何発あるのかと。ですね、映像周りはちょっと確かにね、今回回線ねちょっとやられてしまったので、それでご迷惑をおかけしてますけども、その分見づらいですか？がこっちで見てる限りはカードは大丈夫っぽいんやけど、まあ、ですけども、まあ、その辺はでもできるだけね、このリアルタイムで改善していきたいと思うので、どんどん言ってください。ぜひぜひ言っていただければ、可能な限りのことはしていくのが我々のスタイルなんで、無理ですとは絶対言いません、はいはい、絶対にチャレンジはしていきます。あのカミソリヒゲのハンターという有能なスタッフがいるので。お、プレインズウォーカー来たよ来たよ。これニッサですかね、おそらくデッキ的には。さあ、ニッサ来ました。森を手札に加えて、これを出して即座に変身ですかね。お、もうそんなターンなんですね。なんだかんだでね、リュウちゃんの方もランド名前出てるので、多分ここもスパッと出して、お、ひっくり返りました。ひっくり返りました。いいなこれ、もう早速2つもプレインズウォーカー見れましたよ。そうですね、おそらく見れるカードであろう筆頭の、ね、2枚だったので、うん、あとはジェイスがって感じですけども。さあ、平山さんの方はニッサが早速プレインズウォーカーになって、さあ、その能力を起動してエレメンタルが出たな。エレメンタルですね、伝説の44のエレメンタル、はい、伝説のトークンっていうね、なかなか熱いものがかっこいいね。カルドラ以来っていう感じの、そのタクタクとか、うわ肝心なところで止まるな。ちょっとこの激尺をなんとか したいところですが、まあね、コンボドカンの瞬間止まったら寂しいですから ね頼む、持ってくれ、頼む。このターンまだ無理なんかな、これカードが足りない可能性。さあ、リュウちゃんの方は1マナでエルフの神秘化ターンエンド。さすがに墓地に何体おるんかまでは分かんなくてね、うーん、ちょっと把握できないですね。パンフォルスがいることは分かります。うん、これでも
ラリーで耐えるのかな。あ、ラリーで一回一耐え。もうまさかラリーがねここまで使えるかできたきた、ね、ラリーさあラリーですね。さあ結集を打って、これエンドに墓地に行くのクリーチャー。はい、リムーブじゃないのね。墓地だったと思いますよ。まあどっちみちハスク帰ってくるから全滅できるんやけど、うん、全食べで。さあすごいよこれ。さあこれだけのメンツを引っ張り出して、で道探しの能力誘発でカード4枚墓地に落としました。やっぱり追放やんね。追放っすかね、うん。まあこれまでにないタイプのカードですよね。タイミングといい、うん、から釣れる枚数といい。これでもう1枚やっちゃう。ラリーもう手にはないのでとはデンプロで今のラリーをもっぺん拾ってくるか素で引くかっていう形で耐えないといけないですね。パワフォルスね、戻しちゃうとあれ生贄にできないので、うん、クリーチャー化してないので、ね、追放されちゃうんですよ。勝ち手段がなくなってしまうと。そうそうそう、だからもうここはもうこれで別にこのターンの目的は相手のアタックをしのぐだけのフォグみたいなもんなんで、うん、重いフォグっていうことですね。ここはすいません、カードがあんま分かってないですね。僕も確かにラリー打ったことないんで。そうラリーはね確かにね、追放ですね。ラリー打ったことあります？自分では使ったことがないです。ないっすわ、まだ。そうパワーフォルスはこれで、まあ、言ってもエンドでしょ。これで戻せないとなると、さあ超牧師祭りですね。こうなるとそうですね。さあリリアナが変身でゾンビ登場。ガツガツ、お見つかった、見つかった、ラリーが見つかったので、おーさあラリーフルショットで、はい、これアタックせずとも勝ってしまうというね、うん、パワーフォルスドカンで、すごいなこれ。いいですね、スタンダードにこういうコンボデッキがあるのは僕はいいことだと思います。そうですね、ちょっとリュウちゃんねスピーディーなプレイなんでちょっと分かりづらいことが多いですけども、はい、さあ一応今のターンあと親指出ましたよ、ね、これ珍しい動き、ね、リュウちゃんサムズアップ出た。業界的にはムーブと言うんですか、ああいうのなんと言うんですかねムーブさあリュウちゃんムーブが出てきて、はい、多分12体以上いましたね。うん、故に投了ですよね平山さんの方も、はい。うん、そう見た目はね本当にリミテッドの延長みたいなデッキなんですけどね、うん、でも実際に結果を残してるデッキだけあって、うん、はい、軸が全然違うんで、うん、普通に真面目に1体ずつ倒していって、どついて勝つっていうようなこういうアブザンみたいなデッキの場合にはね結構強かったりしますね、うん、さあ墓地対策をどう取ってるかとかその辺が気になるところですけども、墓地対策、ね、取るもんなんですかね。いやわざわざは今の段階では、ね、なかなか
もうちょっとトカゲが流行ってたらあるかもしれないですけど、また止まってるよ、大丈夫これあ、まあまあ今はまだセーフ、おー、まだセーフ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 。軸が違うっていうのは、あの真面目に殴り合ってクリーチャーを除去し合ってやるっていう、そのマジックのいわゆる真面目な対決とは違う、一人だけ、まあ、墓地を一生懸命貯め続けるっていう違う方向性を求めて、ゲームをしてると、それで勝ってしまうっていう形になるんで、アブザンはそうじゃなくて、自分の土俵はまともなそのクリーチャー戦なんで、そうですね、はい、手札破壊、盤面掌握、殴る、でどっちかっていうとクリーチャー除去に重きを寄せてるデッキなんですよね。アブザンチャーム と、ダウンフォールと短縮病と、まあ、他にも除去ありますよね多分。そうですね、コントロールよりだったらスイミスとかもありますからね。すごい一体一体除去で潰していってサイドドを作っているデッキなんですけど、このデッキに除去をいっぱい打ってもあんまり意味ないので、自分から死んでいくクリーチャーばっかりなんでね、はい、むしろありがとうと、うん、ぼちだからそれはもうあのラリーの側にしたら消化試合みたいなもんで、別にどうでもいいわけですよ。そう、席に座った時点で平山さんのデッキの除去カードがほどほぼ腐るっていうのが、ね、そうですね、そういうのがこのラリーデッキの強さ、ラリーとかそういう、うん、まあ、いわゆる一言で言うと軸が違うタイプのデッキの強さってやつですね。だから、まあ、神聖なる月光は確かにこのデッキにはキラ明確なキラーカードなんですけど、めちゃ激ですね、他に何にも効かへんので、スタンダードだとちょっと少ないですよね。だからもう今日みたいなね、8回戦と9回戦でこのデッキに何回当たるかっていう話だけなんですよね。だからもう一番一大勢力で絶対当たるってなれば入れていいと思うんですけど、めっちゃ流行っててね、そのためにサイド咲くのかどうかっていうとやっぱり悩ましいですね今の段階ではね。さあカメラが綺麗になって滑らかになったと思ったらまたちょっと止まったな。ここはもうちょっとずつ改善していくしかないですね。ですね、まあ、カミソリヒゲ君頑張ってくれてるので、本当はねこのシャッフルしてる合間とかも実は隣のテキストカバレージの試合の方もね、はい、映せるようにセッティングしたんですけども、多分それを切り替えちゃうとやっぱりこの本カメラがちょっと悪くなるっていうの で、ね、ちょっとまあね、有能スタッフといってもね一人ですからね。そうなんですよね、はい、我々結構ね本当にあの筋肉マンの正義長寿みたいな、誰か一人かけたらちょっとアウトなんですよね、はい、みんなで頑張ってる集団なんで。ただそうですね、一気にいろんなものが改善されることはないと思うんですけども、ちょっとずつ頑張っていくので、はい、ぜひぜひコメントはしていただけるかと思います。さあ、ビッグマジックオープンスタンダード第2ラウンドの2ゲーム目がもう間もなく始まりそうですね。ゆうちゃんがメガネを1回下ろして、違うメガネにしたんですか。そんなことあるんですか。違ったいやちょっと柄の色が違うように見えたから第2ラウンドびっくりした、メガネ着替えたんだと思って。第2ゲーム用メガネ、サイドメガネそんなもんあるかいそんなもんあるかいですけどさあ平山さんの方、砂瀬平原の城塞、はい、ゆうちゃんの方もさあここはコイルスンドを送ってターンエンド、お互い対して1ターン目のアクションはないデッキ、平山さんの方はタップイン処理してからの第2ターン。いやまあこれね、もし知らんかってこの手札見たらなんじゃこれやってなりますか、ね、なんじゃこれですよね、キューブドラフトかなってなるやつですよさあラリーを落としました、はい、ちょっと画像がね固まり気味なんです、ごめんなさい。さあリュウちゃんの方思考が濃いよって、水滅とクルフィックスとサイサイ、水滅の2枚か、水滅2枚ですね、水滅水滅コイロスの洞窟サイサイ、あと1枚がクルフィックスですか。クルフィックスです。さあその内容をメモしていきます。落としたのはクルフィックスの狩猟者、水滅、ランドちょっと少なげですね。ですね、なんでクルフィックスでいい、無全然問題ないんですけど、水滅効くのかな、ちょっとよく分かりませんね。どうなんでしょうね、他に抜くカードがなかったとかその辺かもしれませんけど、ね、ちょっと画像なんとかならんかな、ちょっとね、ちょっとそうですね、コイルスで1点食らってライフが、ライフは17ですね、はいですね、フェチ切って16ですね。ちょっとカクカクすぎるな、この本体が。リュウちゃんとかちゃんと動いてるんですけどね、上の、そうですね、プレイヤーカメラ来てるだけに。
さ、リュウちゃんの方フェッチランドから森持ってきて、エルフの神秘化とかはなかったのでターンエンドさ、そして平さんのエンドに切ったんですね。平さんは戦術のランドをターンエンドで、はい、そのエンドにフェッチを切って、自分自身の3ターン目向かいました。まあそうですね、本当に知らなかったわからんデッキの代表格ですね。ですね、プロツアーに持っていけますかこのデッキを。クロウさん、ありじゃないですかこれ。ありですか。別に全然問題ないと思いますけど、バレても戦える。バレても対策しづらいでしょうこれ。うん、墓地帯ですからね。一応トーモットがねあったりするんですけど、スタンダード。いやートーモット入れたくないしね。そこに尽きるんですよね。トーモット入れたところで他のデッキのだって使い道が全くないんで、はい、これさっきも言われてたけど、上の画像切っても影響しないよね。これ別回線使ってるよね多分。使っ、はい、関係ないんじゃないかなと思います。もし上切って本体がちゃんと良くなるんであれば、その方は絶対いいと思うけど。絶対いいですけどね。まあそれはもうさすがにスタッフも分かってやってると思うので。さあ平山さんの方はデスミストラプター除去しましたが、リュウちゃんパワフォルス素出しですねこれ。確かに上の画像の方が綺麗な気がするからね。上の画像相当綺麗ですからね、まあ、いやサイズがちっちゃいからね、はい、綺麗に見えるんかもしれんけど、引き伸ばしてるっていうのもあるんでね、こっち側は、うん、ちょっとカメラの位置もちょっとずれてますね今。まあその辺は平山さん結構前に出してくれたプレイヤーなんでなんとかなってますけども。さあ JS 来ました。 JS 来た。これで3枚目ですよ。もう来ましたね。あと残りはキテオンとチャンドラです。チャンドラ忘れるぐらいですからね。それぐらいの赤いカードやの、おかしいな。さあジェイスが戦場に出て2点与えていくっていうね。このパーフォルスが地味にクロックとして機能してる。今のターンも左右を出したいはずなんですけどね、もう仕方ないっていう感じですかねこれ。パワフォルスはコンボパーツとしてね、戦場に一気にクリーチャードカンと出して、はい、先ほども勝負決めました。そうですね、もう本来の使い方とはもう別になっちゃってますけどね。はい、赤いカード入ってない。パワフォルスに触れるかというと、多分ね触れるカードはあって、 あれですね、アターエンドぐらいでしょうと。あれですね、ドロモカチャーム、あードロモカコマンドですね。ドロモカコマンドぐらいかな。ドロモカコマンドはまあありですね。ドロコマがあればなんですけど、さあリュウちゃんはこれはデンプロ、デンプロですね。そう、これでトカゲも変えてきて4点。強い。かっこいいです。サイかな、この動きは強い。あ、水滅で除去されない方で行きました。盤面固定にかかったってことですね。さあコンボなくても全然トカゲとデンプロだけで戦えるということですけども、はい、さあ包囲祭出ましたけども、こうなるとデスミストラプターの接し果敢にアタックしていく姿が見れるかなと。それが強烈に刺さるかなって感じですけども、モーギスが、モーギス見えましたね。貴族ですよね、はい、あれね。道探しがハンドに入りました。ダブル道探しで一気に墓地も肥やしつつ、ダメージも2点ずつ飛ばしていくと。別にアブザン側がね、はい、これ悪い周りでも何でもないわけですよ。普通のゲームしてるんですけど、さば、はい、いてハンデ吸ってって感じですけど、さっき軸が違うって言った話でもう全く違うことをしようとしてるので、右側が意味をなさないんですよね、通常の動きっていうのがね。あとはやっぱデンプロのナチュラルな強さがね、はい、際立ちましたね。そうですね、これパワフォルスがいなかったらまた平山さんライフ17ぐらいあると思うんですよ。少なくとも目の前の4体分があるからね、はい、
このパワーホルスのダメージが本当にザクザクと入っていってこのライフっていう感じで、そうですね、ちょっとパワーホルスの素出しの方も想定外というか、ね、対処不能な動きではあるのでそういう意味でハスクラリーやっぱ強い出来ですね。パワーホルス出してクリーチャー出してるだけで、うん、面白いですね、はい、相手の方がクロックがゆっくりだったら勝てたりするっていうのは、うん、さあしかしここは怒りの包囲祭、怒りの包囲祭、いやもう怒りですよこんなん完全にデスロードですからね戦場。しかしこれ普通にねどついても、うん、どついていってもいいんじゃないですかね。ラプターがどついても、さすがに、まあ、トランプのケア難しいところですけども、おハスク、これでいよいよ包囲祭はもうアタックできなくなりました、ね、いっぱいでブロックしてパワーホルスでパンプするとね、サイどっちも打ち取れるんで妙なことが起きますからいやしかしここに来てもやはりパワーホルスのパンチが強いと。もう1枚の水滅は囲いでさっき落としてるんで、そうですね、トータルで2枚落として、さあクルピックスの狩猟者が念願の6枚目ランドですけども、それは出さずに、掘っていくルートを選びましたね。究極の科学、このタイミングだとちょっとね、ただの1枚除去ですから、うまみはないですね。戦術ランドでも持ってんのかな、今のアクションからってことですか、はい、なるほど。しかしハスクが、ハスクとラプターがもうアタックに行ったりとかするんですかね。そういうの立てるだけでも十分効果的ではありますけども、地味にパワーフォルスのアクティベートも使えるんですよね。そうですよ、今赤マナ払えるんで、 それでサテルスの道探しがパワー2になったりとかして嫌に削ってくる可能性は、さらに墓地を掘る。お、テンプロにミリアナに、すごい贅沢な、贅沢ですね今の2枚強いな、このアドバンテージの取り方は。もうマッドロークスですよ、確かに怒りの方にもこれはいいね2点うん、リュウちゃんの楽しそうやな、ほんまに。あれデンプロなんで、うん、とりあえずもうターンを返すのかな、まあハスクだけ殴ってもいいのか、ターン返して、まあ、これでトカゲ食べますよね、エンドに、エンドまで何もなければ、はい、あの表返ってラリー拾って、それで、あ、そうか、ラリーでドカンで多分アウトだと思うんですよ。ただもう実質ラストターンみたいな感じなん で、うんですね、さあその後平山さんはもうオールインですよね、はい、ここで崩しにかかりたい。しかしこれね何にも起きない、ガッチガチに固めて、はい、まあそれはそうですよね、これもう1ミリもトランプルダメージも通さんぞという、全然問題ないんで、うん、これはリュウちゃんが完璧な動きだったというふうに見て問題なさそうですね。というよりもアブザンがあまりにも、はい、ラリーに手のひらの上で音のサイズ、はい、これ相性悪いですね、だいぶだいぶ悪いですね、うん、はい、アウトです。ラリー強し。さあテキストカバレージの方の試合も後ろ見えますけども、うん、もう終わってるので、はい、先ほどといいね 2-0 ストレート勝ち、そうですね、はい、まあ、でも今はプレインズウォーカーいっぱい見れてね、ちょっとそうですね、お得感はありましたね。さあもしかしたらこのスタンダード高速環境なのかもしれない。その中でハスクラリーを持ってきたリュウちゃん、ラウンド2も勝って 2-0 ということですね。なんかフォルム変わったらリュウジと区別がつかなくなってきましたけど、そうなんですよね、石田リュウ一郎と村井リュウジっていうね、ややこしいな、リュウ一、リュウ二、リュウジっていうね、そうですね、ドラゴン1、ドラゴン2というコンビネーションですけども、で2人で飯行ったりするんですよ。
GP とか行ったら紛らわしいな、うん、で僕一回なんかリュウジがそのリュウジと飯食って写真上げてたんですけど、はい、なんかリュウジ自分の写真上げてるのかと思っておい自撮り中かよとか思ってた親族の方ですかっていう2人で結構そのデッキの情報の共有とかもしてるらしいんで、あ、まあ、いいコンビとして、ね、伸びていってくれたらと思うんですけども、なぜフォルムまで似せてきたのかって感じはねあるんですけども、はいはい、そんな